KDX とは、かつて、川崎重工業が製造していた2ストロークのオフロードタイプのオートバイである。最初に、KDX の名称が付けられたのは、1979年に発売された、空冷2ストローク 400cc の KDX400 であり、以降 KDX の名称は、2ストロークエンジンのエンデューロモデルに使われ続けた。その後、1980年に、 モトクロッサー KX125 をベースに開発した KDX175 が米国で発売され、ベストセラーを記録。このヒットにより1981年には KDX250 と KDX420 が発売された。そして1982年に KDX200 が開発された KDX200 は KDX175 を ベースに単に排気量アップしたモデルであったが、1985年に、待望の排気デバイスキップスが搭載された、通称、空冷 KDX が開発され、翌年1986年には、日本で販売された。1988年には、それまでの空冷から水冷に進化した、KDX200R が、翌1989年には、 行動用の KDX200SR がそれぞれ発売され、その後は 125SR220R、SR250R、SR とキップスエンジンを搭載した KDX シリーズが展開されていく。この KDX200R、SR の発売以降、日本において発売される競技用エンデューロ車両には、R、行動用デュアルパーパス車両には、 SR の名称が廃棄量の後に付けられるようになった。日本国内外において環境規制が厳しくなったことから KDX シリーズが生産終了となり、川崎の2ストロークのオフロード車は小廃棄量の競技用車両のみ製造され4ストロークの競技用車両とともに KX シリーズとして統合された。 行動用車両としては、4ストロークの KLX シリーズに引き継がれている。KDX200SR は1989年に発売された。KMX200 からのモデルチェンジにあたり、市販エンデューロマシン KDX200R をベースに、水冷化と排気デバイスキップスを装備し、35PS を発揮する2サイクル単気筒エンジンのパワフルさから人気を得て、翌年には、 フローオンとフォークを倒立型に変更するモデルチェンジを受けた。その後は KDX250R に引き継ぐ形で日本での販売は終了した。200SR の後継機種である 220SR が日本でのラインナップを引き継ぎ、日本国外のレースレギュレーションに合わせた輸出仕様によっては 220R のボアダウン版である KDX200R の生産が 続けられていた。KDX250SR は1991年に発売された。中間排気量である200以上のパワーも求める声に応じたモデルであり、エンジン出力は 40PS を発揮させた。装備はほぼ200と同一となっている。このモデルは他のモデルよりも早く、日本での販売が終了してしまったが、 同じ排気量である4サイクルエンジンの KLX250SR に引き継がれる形になっている。なお、KDX250R も近年まで輸出仕様の未生産が続けられていた。KDX125SR は KMX125 の後継として1991年に発売された。他のシリーズ車種と違い、同じ排気量のエンデューロ仕様。 R が存在しなかったことから、モトクロッサーの KX125 を行動仕様にする形で生産が行われた。日本では排出ガス規制が強化された1999年に販売が終了したが、日本国外ではその後も数年間発売が続けられた。この 125cc エンジンの系譜としては、1991年に東南アジア地域で販売が開始された、 KR150R のベースエンジンにもなった。改良を加えながら長期にわたって製造され、2015年に Ninja RR の生産終了まで続いた。KDX-220SR は1994年に発売された。KDX-SR シリーズ最後の2サイクル短気筒として 216cc エンジンを搭載し、乾燥重量 105kg に37馬力の 軽量ハイパワーを誇った125波の車格に250波のエンジンというバランスによる評価の高い車両であった。1994年から1999年の間に B1B5 までが生産されたが、カラーチェンジ以外の変更はほとんどなかった。また125、200、 250の最終モデルは全てフロントサスペンションを倒立としていたが220は R も SR も成立を採用していた。1999年10月からの排出ガス規制により日本での販売は終了となったが日本国外では競技用車両の R がしばらく販売されており。また同時開発同時発売であった 220R と SR はほとんど双子のようなものではあるが、実際にはフレームとフロントサスの内部構造の違いなど、乗り味は数字以上の別物として、この辺の事柄は各 KDXSR と R シリーズにおいて共通のことである。国内における競技用車両においても、日本国外での輸出地において保安部品を装着すれば、公道での走行も、 可能になる地域が多いことから、輸出仕様では特に行動用と定めず、そのまま競技用車両の R を輸出している場合も多い。ありがとうございます。